今札幌です。札幌でナイター終わりました。4時間かかりました、試合時間が。疲れて編成に来たら大体食事を好きのかなんかで取って、まあ軽く飲んで、まあホテルに入って休むっていうことなんですが、緊急事態宣言で店がやってないし、ましてや東京から来てて外でなんか食べるのも気が引けます。まあ、やってないしな。でなんか札幌は見回りがあるみたいやし、だから一人でホテルに入ってコンビニ弁当でございます。お寿司、カップラーメン、なんか味気ないね。まあ4時間も今日はラジオで解説してたけど、4時間は長いな。やっぱりファンもよく我慢して見てるよな。まあいい試合だったけどね、いい試合だったけど、なんか5時間は長い。一人飯と、今日は札幌で一人飯っていうの初めてだな。だいたい終わった時のアナウンサーとかそういうのと反省をしながら、食事しながら、まあその日を振り返るんだけどな。まあそういう機会もやっぱ減っちゃったな、残念だけど。札幌は帰りタクシーでこう帰ってきた、やっぱ人は少なかったな。まあ、もちろん見回りもある。なんか闇営業をしながらやってないふりをして助成金を取るという、なんかそういうことが、まあ、各地で起こってるんだろうけど、なんかそういうことをさせないためになんかすごく見回り隊もいるみたいで、なんか厳重にやってるみたいですね。で知り合いと飯食おうかっていう話にもなってたんだけど、でもやっぱりこう申し訳ないし、まあやめるということで。ああでも遠征来て楽しみが、まあ郷土料理を食べるとかそういうことがあったんだけどね。まあそれもなんかない時代になってきちゃったな。行列の絶えない札幌の名店だって。これ北海道ならではなのかな。ねえ、これ今めんどくさいんだよな、後入れとかさ。なんか後入れとか、やっぱ後入れの方が美味しくできるんだよな。でも外に出るとさ、やっぱりいろんな情報が落ちてるな。今日なんかタクシーに乗って運転手さんといろいろ話をしてたら、まあここじゃ言えないような情報をいただいたりとか、でもそれもすごいトップニュースになるような情報が落ちてたりだとか、だからそういうことをね、情報を取るために
人飯ってすごく嫌なんだよね。まあ寂しいしな。いただきます。うん、生麺だね。生麺なのかな、これ。生じゃないか。いやでもカップ麺もうまくなったよね、昔から比べたら。なんかいろいろある中でもスミレのカップ麺が好きだったんだけど、うん、これもなかなかいけるね。サイミ、いや確かに美味しいわこれ。うん、なかなかのもんだね。どうしていいのかわからないことが一つあって、昔からよく見てますファンでしたとか言って来てくれてるのね、来てくれたのね、今日でもすごく嬉しいんだけどさ、握手してくださいっていうのをなんかすごくどうしていいのかわからなくてさ、なんかこのコロナの時期になんかみんなが気をつけてるのに握手してくださいって来られてもなんか困るなと思って、肘タッチしたんだけど、なんかそういうのもやっぱ困るな、どうしていいか分からない。いい音するな、このすする音。あんまりスープ飲むと怒られる。女房に塩分取る好きになるよとか言って、ね、まあよく健康には気をつけてくれてるよな。味気ないご飯でしたね。思わずぐじゅぐじゅってやっちゃった。
これも怒られるんだよね。泳ぎが悪いわよ、ね、まあ、確かにその通りだ。ああ普通だったらこうご飯食べたら美味しかったって、ああごちそうさまって言いたいんだけど、なんかねえ、まあいいか、ごちそうさまで。